時刻は4時30分を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。この時間の相模原もどんよりとした曇り空続いていますが、ここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で断続的に2キロ、協和で2キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、上総八木で2キロの渋滞。国道129号線八王子方面へ向かう車、橋本五差路で1キロ、厚木方面は山際で1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、木曽で1キロ、滝の沢で4キロ、相原方面は金森で鶴川街道金井入口では鶴川方面へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞です。世田谷通り新袋橋では両方向とも1キロずつの渋滞。北里通り昭和橋方面へ向かう車、浅溝台入口で1キロの渋滞。村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロ、座間方面へ向かう車は星ヶ丘で1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上棚で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県全域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は16日以降も続く見込みです。火の元、火の取り扱いにはご注意ください。相模原のこの後の天気は曇りで、夜は雪か雨が降るでしょう。この後1ミリ以上の雨か雪の降る確率は夕方まで 20%、夕方から夜にかけて 50%、深夜は 10% となっています。続いて相模原の明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中まで 0% となっています。明日朝の予想最低気温は3度、明日日中の最高気温は13度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報と天気予報は5時ごろお伝えします。CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。ここでこの時間のニュースをお伝えします。中国湖南省で今日午前、路上で人々が次々と数人のグループに刃物で襲われ、少なくとも2人が死亡しました。事件があったのは湖南省長沙市の
市場で現地からの報道では犯人は複数いた模様で、少なくとも2人が死亡し、警察当局が1人を射殺、1人を拘束し、3人が逃走したという情報もあります。射殺されたのが犯人なのかどうかや怪我人などの詳しいことは分かっておらず、インターネット上では様々な情報が飛び交っています。今回の事件は食品を販売していた店と市民との間のトラブルが原因という情報もあります。沖縄県竹富町の教育委員会が周辺の市と町で共同で選んだものとは違う教科書を使っている問題について、文部科学省は竹富町の教育委員会に対し、共同で選んだ教科書を使うよう直接要求することを決めました。国がこうした要求をするのは初めてのことです。問題となっているのは中学校で使う公民の教科書で、文部科学省は去年10月に沖縄県教育委員会に対して竹富町教育委員会への是正要求を指示しましたが、沖縄県の教育委員会はこの指示を先送りしました。教科書無償措置法では決められた地区では同じ教科書を使うことになっていて、このままでは違法状態となります。また新学期が来月に迫っていることもあり、文部科学省は竹富町の教育委員会に直接要求することになりました。竹富町では周辺の市と町が採用する公民の教科書は保守色が強く、また沖縄のアメリカ軍基地の負担についてもあまり触れられていないとして、別の出版社の教科書を使うことを決めています。横浜市の信用金庫前で信用金庫前の路上で、今日午前、男性が2人組の男に襲われ、現金およそ1000万円が入ったバッグを奪われました。神奈川県警によりますと、事件があったのは横浜市南区の信用金庫の前の路上で、今日午前11時前、信用金庫から出てきた男性が2人組の男に襲われ、バッグを奪われました。犯人の2人は車で逃走しました。被害者の男性に怪我はなく、男性はバッグには1000万円ぐらい入っていたと話しています。事件当時の状況から警察は車の運転役など他にも事件に関与した者がいるとみて、強盗事件として捜査しています。横浜市で18歳の女性が殺害された事件で、逮捕された男は犯行の動機について、彼女が友人に電話したのを聞いてカッとなったと供述していることが分かりました。この事件で逮捕された西田武志容疑者38歳は、おととい横浜市のマンションで交際していた18歳の女性の首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。捜査関係者へのその後の取材で、西田容疑者は一度首を絞めた後、彼女が友人に電話で首を絞められた、面倒くさいなどと話したのを聞いてカッとなってまた首を絞めたと供述していることが分かりました。警察は引き続き調べを進めています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーです。このコーナーではファインステージの下田社長に電話でお話をお伺いしています。それでは早速お呼びしましょう。下田さん、こんにちは。こんにちは。さあ今日は、会社ではなく別のとこにいらっしゃるということなんですが、はい、今日はどちらに いらっしゃるんですか。はい、今日はねポートメッセ名古屋っていう国際展示場におります。はい、名古屋なんですね。名古屋なんですよ。今日何のお仕事で名古屋に行ってらっしゃるんですか。はい、明日明後日とキャンピングカーの展示会がありましてね、はい、イベントがありまして、それの準備で今日来ております。はい、そうなんですね。そうなんです。先週はフィリピンで、そして今日は名古屋でとお忙しいですけれども。今日もそうなんですね、はい、実は来週からインドネシアなんですね。この来週からはインドネシアなんですか。お忙しいところを。今月休みなしですね、はい、わー、はい、大変ですけれども、今日もよろしくお願いいたします。さあお仕事がね本当に、はい、忙しくて大変そうなんですけれども、まあ、今日は名古屋にいらっしゃるということで、名古屋飯とかは楽しみましたか。まだね、はい、着いて準備がやっと終わったぐらいのところでね、今日着いてそのままこれからですんで、はい、じゃあ今夜はぜひねせめて美味しいものを召し上がってください。嫌なものを食べるのはこれからです。ああ、いいですね。じゃあそれをちょっと楽しみに、お仕事の方ももう一頑張りという感じでしょうか。そうですね。さあ今回は、はい、そちらの名古屋で展示会ということなんですけれども、はいね、また今月の末には、橋本でも、アリオ橋本で展示会を行われるということなんですけれども、はい、29日、30日の2日間行われるそうですね。はい、そうですね。ぜひこちら近場で行われるということで、詳細教えていただいてもよろしいですか。はい、はい、第5回になります。もう5回目ですか。5回目なんですね、うん、で29、30の土曜日、日曜日にあるということで、はい、10時から5時まで開催いたします。はい、はい、今回はステージ21さんではどんな車を展示されるんですか。はい、うちはね5台持ってく予定なんですが、はい、新しく発表しておりますのが2台ですね。はい、はい、それも K のキャンピングカーと、あと日産のちょっとコンパクトカーなんですが、はい、NV200 っていうタイプのコンパクトカーでキャンピングカー作りましてね、はい、それも展示する予定なんですよ。じゃあ新しいものということで、まだまだそんなに展示会とかには持っていかれていないタイプの車が見られるんですかね。はい、そうです。もう本当新型ですね。それは嬉しいですね。まあ、5台ということでたくさんいろんな、ね、種類の車を見られそうなんですけれども、はい、他のビルダーさんの車はどんな感じですか。はい、やっぱり軽が何台かあって、はい、あと棚にありますキャンピングカーっていうんじゃないんですけど、はい、ちょっと車をですね、軽のワンボックスを、はい、アメリカのバス風に改造して、はい、この前東京都サロンっていうところに出店なさってるところのビルダーさんがいらっしゃいましてね、そこも出展されるようになってますね。そうなんですね、はい、あとはもうちょっと大きいのですとハイエースとか、今の新型のキャラバンですね、この辺も出展される予定になってます、はい、もうじゃあ軽の本当に小さなものから大きなタイプのものまで様々なものが集まる感じなんですね。はい、楽しめると思いますよ。はい、前回ちょこっとお話で出たポップアップルーフっていうのは展示されたりするんですか。はい、ホンダの N ボックスっていう車につけたのがありましてね、はいはい、それをね展示して皆さんに見ていただくかなと思ってます。わー、嬉しいですね。できたらゴロッと寝ていただければどんな感じだか分かんないと思います、ね、実際に寝転がってこう体で感じている、ね、見ていただくっていうのもいいですね。いいと思いますね。はい、ということでアリオ橋本で今月末、29日の土曜日と30日の日曜日の両日ですね、はい、旅博社の展示会が行われるということで、2日間とも下田さんも会場にいらっしゃる予定ですか。おります。はい、じゃあぜひぜひ会場でね下田さんに声をかけて、いろんなお話聞いていただきたいと思います。はい、待ってますので。はい、ということでちょっとお話はまたガラリとバリの話に変えたいと思うんですけれども、はい、バリではサテという食べ物があるとちょっと聞いたんですが、これはどのような食べ物なんですか。はい、日本でいう焼き鳥ですね。焼き鳥ですか。はい、ただね、鳥だけじゃなくて、はい、例えば豚ですとか、はい、ヤギですとか、はい、それ
こそ下手物だ、トカゲの果てまで、を口に出して焼いてね、売ってます、ね。いろんな種類があるんですね。そうなんですよ。お味はどうですか？ですね、いろんな味がありますね。例えば普通の甘辛のタレがあったりとか、はい、あと若干辛いのがあったりとか、もうしっかりと甘いタレがあったりとか、あ、じゃあタレの方もいろんな種類を味わうことができるんですね。そうですね、やっぱりお店によってタレの味って違いますもんね。あ、そうですよね、はい、じゃあその独特の、お店に合わせていろんな甘いものから辛いタイプのものからいろいろとあるんですね。はい、あの日本の焼き鳥だと、まあ、大体1本150円くらいかなと思うんですけれども、バリのサテっていうのは大体おいくらぐらいなんですか？はい、1本大体10円ですね。安いですね、これは。大体ね、10本単位で売られてるんですよ。はい、じゃあ、はい、ですから100円ぐらいですね。でも10本食べられて100円って安いですよね。おつまみ最高ですよね。わあ、本当にお酒ビールとかが進みそうな感じですね。ビールにはバッチリ合いますね。わかりました。ぜひジャバリに行かれた際にはサテというね、この、はい、まあ、焼き鳥のようなね、鳥以外のものもあるということなんですけれども、ね、ぜひ皆さん食べてみてください。食べてみてください。さあ下田さん、今日は名古屋飯、何を召し上がる予定ですか？もう決めていらっしゃったりするんですか？そうなんです。名古屋って、はい、居酒屋さんは安いんですよ。あ、そうなんですか。飲み放題で料理ついて2000円なんていうところあるんですけど。飲み放題でですか？安い。びっくりしましょう。2時間2000円とかね。でもまず入れないです、混んでて。あ、金曜日ですしね。今日はね。そうなんですよ。ですから多分いつも泊まってるホテルの、はい、道路の向かい側に伊勢志摩の、はい、海産物を新鮮なのを取り扱っている居酒屋があるんですね、多分そこになると。じゃあ美味しい海産物を食べながらお酒を楽しむという感じですかね。まあ、あまり深酒をしないように明日に備えると。そうですね、はい、あくまでも明日に備えてという感じですね。そうですね、わ、はい、かりました。来週は祝日なのでバリコーナーはお休みということになるので、はい、はい、バリに行っておりますので。あ、そうですよね。じゃあまた再、はい、来週は戻っていらっしゃってますか？戻ってます、大丈夫です。じゃあぜひまたバリの新しい情報楽しみにしてますので、気をつけて行ってきてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また再来週よろしくお願いいたします。はい、さあということで、今日もバリの情報、それからね、旅白書の展示会の情報も伺いました。バリのサテという食べ物、まあ、焼き鳥だったり、鳥だけじゃなくて豚だったりとか、ちょっと下手物とかもあるということなんですけれども、1本10円って本当にお安いですよね。ぜひバリに行かれた際にはお酒のおつまみとしてね、このバリのサテ食べてみてください。そしてちょっと先になりますが、3月29日の土曜日、そして30日の日曜日は有尾橋本で旅白書の展示会、もう5回目を迎えるんですね、行われるということです。午前10時から17時まで、今回も軽のキャンピングカーから大きなものまで、さまざまなタイプのキャンピングカー展示されるということですので、ぜひぜひ皆さん足を運んで、チェックしてみてください。さあこのコーナーではバリに関する質問募集しています。下田さんに聞きたい質問、バリにね、質問だけでなく旅白書に関する質問も募集していますので、ぜひ聞きたい質問ありましたらお寄せください。メールの方は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。そして下田さんが書かれているバリブログ、こちらもぜひ合わせてご覧になってみてください。携帯電話やパソコンなどインターネットができるもので検索していただきたいんですが、カタカナでバリコラと検索していただきますと、すぐ一番上にね出てくると思います。こちらも写真付きでバリの情報たっぷり載っていますので、合わせてご覧になってみてください。以上、毎週バリの情報をお届けしているファインステージのコーナーでした。
ここで今年創立40周年を迎える公益社団法人相模原法人会中央北支部より地域美化運動のお知らせです。相模原法人会中央北支部では地域貢献活動の一環として一緒に街をきれいにしようを合言葉に公共の場所施設などの清掃活動を行っています。今回の地域美化運動は3月18日火曜日、来週の火曜日です。場所は西門商店街の買い物公園です。活動内容は約1時間の簡単なゴミ拾いです。参加できる方は朝8時30分西門商店街の赤い手の前にお集まりください。一般の方、地域の方の参加も大歓迎です。ぜひご参加ください。多くの皆様の参加を心よりお待ちしています。相模原法人会中央北支部が3月18日に行う地域美化運動のお知らせでした。さあ、今日の金曜ハミングメッセージテーマなんですけれども、リフレッシュ法というテーマでメッセージ募集しています。メッセージいくつかご紹介していきましょう。まずはですね、ムツゴロウさんからいただきました。ありがとうございます。リフレッシュ法はいくつかありますということで、たくさん書いてくださっているんですけれども、日常的にはお酒を飲んでゴロゴロする、ヒゲを剃る、ヒゲを剃るのリフレッシュになるんですね。それから頭をバリカンで坊主狩りにする、それからストレッチをする、筋トレをする、これが日常的のリフレッシュ法で、休日で時間があるときはお昼まで寝続ける、お昼から入浴する、植物図鑑を持って散歩をして花や木と触れ合う、近所を小旅行をする、これが休日で時間があるとき、そして最後、本当に落ち込んだときは毎日走ります。持論ですが、汗をかくことは心と体のデトックスになります。失恋の度に走って何度も乗り越えてきました、ということで、結構ね、やっぱり体を動かすで、ムツゴロウさんも書いてくださってますけれども、汗をねかくっていうのは本当に心と体のデトックスになりますよね。ムツゴロウさん自身これだけいっぱいリフレッシュ法を持っていると、いろいろねその時に合わせて、いろんなリフレッシュの仕方があっていいですね。メッセージありがとうございます。さあ、それからトマトさんからもいただいています。私のリラックス方法はブラックコーヒーを飲みながらのんびりすることです。コーヒーを飲むと疲れが取れますし、コーヒーを飲みながら作業するとなんとなく落ち着きます。ストレスはあまり取れませんが、コーヒーを飲むだけで嬉しいです、ということで、まあね、トマトさんはお好きなコーヒーを飲みながらのんびりということなんですけれども、何かね、飲み物を飲みながらのんびりする時間って結構リラックスできたりしますよね。それぞれに好きな飲み物を用意して、ちょっとこう何も考えずにぼーっとしながらとか、のんびり飲むとやっぱりリラックスできたりしますよね。トマトさん、メッセージありがとうございます。さあ、それから鶴見の海坊主さんからもいただいています。自分のリフレッシュ方法はやはり食べることに限ります。どんなに忙しくても月に一度の給料日過ぎには美味しいものを求めていろんなところへ足を運びます。最近は下町や商店街にある隠れた洋食の名店を発掘するのがマイブームです。いいですね。美味しいものをこう求めて探して食べるね。やっぱり美味しいものは食べたいですもんね美味しいもの食べるとリフレッシュできますね。余談ですが、カオリンは仕事柄町田に行く機会が多い。鉄板焼きという、鉄板焼きとステーキが美味しいお店があります。
そのうち日産にでも連れて行ってもらってくださいということで、ありがとうございます。美味しいお店の情報ぜひ覚えておきたいと思います。結構町田あたりをねうろうろしてたりするので、ぜひ行ってみますね。鶴見の海坊主さん、メッセージありがとうございます。さあ、それからしたたかさんからもいただいています。昨日まではえらく天気が良かったのに、今日は雪、それも大粒の雪がもっさもっさ降っていますということで、北海道にいるちたたかさん、北海道は今日も雪が降っているんですか？もうさすがにね、北海道の方も雪はいいよっていう感じになっているかもしれませんけれども、気をつけてくださいね。さて、今日は中学校の卒業式で、うちでは三男が卒業でした。年齢のせいか、いつもは何とも思わない卒業式にうるっと来てしまいました。とてもいい卒業式でした。ということで、おめでとうございます。ね、やっぱり感動してしまったりしますよね。ここまで大きくなったんだなとかね、無事に卒業できてよかったなとか、いろんな思いが巡ってくるんだと思うんですが。さあ、そんなちたたかさんのリフレッシュ法。それは、ラジオを聞く、そして見るです。その番組名は、西ラジ、これです。ちょっと考え事や、ちょっと落ち込んでいる時などアーカイブで西ラジを聞くと気分がスカッとします。ということでありがとうございます、ね、西ラジという番組はね、 FM 相模で毎週火曜日の深夜24時から、2時までの生放送でお送りしている、まあ、深夜の、ね、投稿バラエティ番組で、私も出演していて、それから西健二さんが、まあ、メインパーソナリティなんですけれども、まあ、投稿ねバラエティということで、リスナーの皆さんの投稿、面白い投稿をたくさんいただいて、まあ、それをご紹介しながらということで、きっとね、楽しんでいただいていると思うんですけれども、ユーストリームでもね配信していたりして、そちらでは、まあ、アーカイブということで録画をしてあるんですよね。なのでちたたかさんはそれをね結構何度も何度も繰り返し、見てくださっているということで嬉しいですね。やっぱりこういうね番組を見て聞いて、元気になってもらえるっていうのは私たちもとても嬉しいです。ありがとうございます。ってことで、今夜は卒業式の謝恩会で6時半までしか聞けませんので、アーカイブで楽しみますという。じゃあこの後はお仕事を終えて、また謝恩会に行ってらっしゃるわけですね。一日大忙しだったと思いますけれども、ちたたかさんメッセージありがとうございました。さあ、今日のメッセージテーマはあなたのリフレッシュ法、ぜひ番組まで教えてください。メールの方は839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。今日のメッセージテーマはリフレッシュ法ということで、あなたなりのリフレッシュ法をぜひ番組まで教えてください。お待ちしています。
時刻は夕方5時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で断続的に2キロ、京和で2キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線文化会館前では両方向とも1キロずつの渋滞です。国道129号線八王子方面へ向かう車、橋本御佐路で3キロ、厚木方面は関口で2キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で3キロ、相原では金森で3キロの渋滞です。続いて鶴川街道金井入り口では鶴川方面へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞、世田谷通り新袋橋では両方向とも1キロずつの渋滞です。行幸道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、相模大野で1キロの渋滞、北里通り昭和橋方面へ向かう車、浅溝台入り口で1キロの渋滞です。村富線矢部方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロの渋滞、おしまいに県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上田名で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上交通情報でした。続いて天気予報です。現在相模原を含む神奈川県全域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は16日以降も続く見込みです。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は雨か雪でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨か雪の降る確率は 50% となっています。続いて相模原の明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 20%、 午前中は 10%、 お昼から夕方までは 20%、 夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は3度、明日日中の最高気温は13度の予想です。以上天気予報でした。5時台からは交通情報を15分おきにお送りします。次の交通情報は5時15分ごろお伝えします。
ここで地域の話題をお送りします。目指すはパラリンピック、相模原の佐野さん世界大会へという話題です。障害者によるパワーリフティングの国内大会で優勝し、世界大会に出場する相模原市中央区の会社員佐野義樹さん45歳が13日香山俊夫市長を表敬訪問しました。競技は選手がベンチに仰向けに寝てバーベルを持ち上げる。佐野さんは昨年12月の第14回全日本障害者パワーリフティング選手権大会の男子72キロ級で137キロを上げて優勝。さらに4月にドバイである国際パラリンピック委員会世界大会に挑みます。世界大会ではリオデジャネイロパラリンピック標準記録の142キロを目指します。佐野さんは少しでもパラリンピックに近づきたい、体重を落とすため好きなスイーツも我慢していますと話していました。佐野さんは高校3年生の時に交通事故に遭い、脊椎損傷の大怪我をしました。約14年前からパワーリフティングの競技を始めたということです。さあ今回相模原の香山俊夫市長を表敬訪問したということなんですけれども、まあ、目指すはパラリンピック4年後がね、楽しみな力強いそんなお話を伺えたようですね。4年後が楽しみになってきました。以上地域の話題をお送りしました。ここで一曲お届けしたいと思います。音楽プロデューサーの斉藤秀夫さんが東日本大震災被災者の皆さんへ世界中からの励まし、祈り、応援の声を届けようと、世界14カ国から23名の歌声や演奏をソーシャルネットワークを通じて集め、2年半以上の時をかけて完成させた新しい試みによるチャリティーソングです。iTunes ストアでダウンロード販売中で、売り上げより得られた利益は日本赤十字に寄付されますということで、お送りする曲は Voices from the World で Voice。
お送りした曲はボイシズフロムザワールドでボイスでした。時刻は5時15分を回りました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で断続的に2キロ、大野台で1キロ、宇野森で1キロ、八王子方面は東名入り口で2キロ、橋本御佐路で1キロの渋滞。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線渋谷方面へ向かう車、文化会館前で1キロ、上総八木で1キロ、上総八木では物損事故により1車線の規制になっているということです。ご注意ください。反対、伊勢原方面へ向かう車は文化会館前で1キロの渋滞です。国道129号線八王子方面へ向かう車、橋本御佐路で2キロ、厚木方面は関口で2キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、朝日町で4キロ、相原方面は佐塚で2キロの渋滞です。世田谷通り鶴川方面へ向かう車、新袋橋で1キロの渋滞。漁港道路町田方面へ向かう車、総武台前で1キロ、相模大野で1キロ、厚木方面は総武台前で1キロの渋滞です。村富線矢部方面へ向かう車、相模原公園入り口で1キロの渋滞。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は5時30分ごろお伝えします。CM の後は相模原市都市整備公社情報をお送りします。
ここで一曲お届けしましょう。ラジオネームサーキットのおかみさんからいただいたリクエストです。中島みゆき、時代。お送りした曲はサーキットのおかみさんからいただいたリクエスト、中島みゆきで時代でした。さあ、リクエストもくださったサーキットのおかみさん、メッセージも書いてきてくださっています。リフレッシュ法、僕のリフレッシュ法は外に出るです。
自宅で仕事をしている僕はすごく忙しいときは一歩も外に出ることなく仕事部屋で一日仕事をする日もあるのですが、家の前を掃除したりジョギングして体を動かしたりすると気分転換できてリフレッシュされます。外に出るのが僕のリフレッシュ方法ですね。ということで、家でね、家にこもってお仕事とかされていて外に出ることもなく忙しく毎日というか一日中家にいたりするとやっぱりこれは外を求めますね。本当にちょっと外に出て、深呼吸したりとか、家の前を掃除したりとかジョギングして体を動かしたりするだけでもやっぱり気分転換ってできますよね。特にこう室内で仕事をされている方はやっぱりお昼にね、お昼を食べに外に出たりとか、ちょっと外に出るだけで